アプトは、フランスのプロヴァンス・アルプ・コート・ダ・ジュール地域圏、ボクリューズ圏の都市。オック語やプロヴァンス語では、エーティーやエートと綴る。この都市の住民はアプテジャンもしくはアプトアと呼ぶ。紀元前50年頃に、ユリウスカイサルによって建造された古代ローマの植民地アプタ・ユリアに由来する。砂糖漬けによる保存法がプロヴァンスに現れるのは、中世のことであり、14世紀には、 アビニョンの教皇庁へ奉納されていた。19世紀になるとアプトの職人たちは、サクランボ、アンズ、西洋梨、イチジク、プラム、メロン、クルミなどを砂糖付けにしていた。これらはよく売れたため、1830年頃には最も企業家精神に富んだ者たちは、近代的な設備投資へと向かった。蒸気機関を用いた最初の工場が建設されたのは、 1864年のことである。現在、この地の工場では、毎年1万5000トンもの砂糖漬け果物が生産され、同じだけの量のフルーツヨーグルト向けの加工品も生産されている。アップト一体は、良質の釜とオード地帯とに、追う陶工の長い伝統を引き継いでいる。カステレで、セザール・ムーランによって、最初に陶器用の釜に火を入れられたのは、 1728年のことであった。陶工たちは今も陶器作りを行っている。この町を中心に37カソンで生産されるロワールワインの一つ、コートリュリベロンという奥ワインの集産地になっている。ありがとうございます。